見かけで悪いけど。ああ、ありがとう。これってもしかして関節。アルトの過去恋、アルトさんの過去恋、アルトさんの過去恋。あの二人からすごい闇を感じる。過去の恥ってあそこまで人を変えちゃうんだね。弟子入りを頼まれた時だね。もうずいぶん昔のことみたい。今思えばずいぶん急でしたよね。いきなり弟子にしてくださいだなんて。確かに急だったかもしれないけど、フィリスちゃんの思いはすっごい伝わったからね。なんとしても力になってあげたいって思ったんだ。そのおかげで可愛い弟子ができてよかったよ。私も先生が先生でよかったです。この世界本当に面白いや。皆さんの昔のことを知れてよかったです。ブーブー、不公平だよ。ソフィーさんとフィリスさんの恥ずかしい過去は？そうだそうだ、やり直し、やり直しを要求する。え、いや、恥ずかしい過去はあるけど、あんまり見てほしくないかな。本棚大崩壊事件とか、スカート履き忘れ事件とか、いろいろありましたね。
それすっごく気になる。けど同じくらいアルトさんの過去も気になるな。まだ言ってたのか。僕の過去はそう簡単には見られないよ。ふーだ、言ってられるのも今のうちですよ。さあ、アルトさんの過去を見に先に進みましょう。アルトの過去が暴かれるのか。覚悟しろよ。いや、僕の過去じゃないみたいだ。ほら、あそこ。錬金術師の公認試験受かったらしいじゃない。都中で評判になってるわよ。まあな。でも親父は認めてくれなかった。やっぱり後を継ぐのは兄貴になりそうだ。あなたはそれでいいの？今まで錬金術頑張ってきたんでしょ？そうだけど無理だよ。何をやったって親父は俺のことなんか。こらこら、やる前から無理って諦めない。人は生きてる限り諦めちゃダメなんだから。あなたも男なら
ズバッと自分の力で認めさせてみなさい。自分の力で、でもどうやって。そうね、あ、思いついた。独立して国一番のアトリエを目指すってのはどう？国一番のアトリエ？君はとんでもないことを考えるんだな。そう？そんなに変なことを言ってるつもりはないわよ。だってあなたにならできるって思ってるし。わかった、決めたよ。家を出て国一番のアトリエになってみせる。そのためにもまずは修行のやり直しだ。ああ、それでなんだけど。俺についてきてくれないか、オネット。君のことを幸せにするって約束するから。その言葉待ってたわよ。約束したからにはちゃんと守ってよね、ローチェ。ちょっとリリー、寝癖ついてる。ダメだよ、身だしなみは整えなくちゃ。